昨日一昨日かな、拘置所から出てきたんですよ。何をされたんですか？万引きやって、もう9ヶ月は払ってないような気がするんですよね。9ヶ月え、ちなみに何に使っちゃったんですか？だからそのギャンブルに。ギャンブル、弟二人。あ、弟二人。生活苦しいから金貸してくれって言ったら、お前に貸す金はねとか言われて、相手にされなくなりましたよね。行きますか。おかけになった電話番号は現在使われておりません。みんな死んじゃったのかね。行ってみますか。弟がね、行って俺田舎に帰れば飯も食わしてもらえるだろうから、向こうでね、近いうち福島行きましょう。あ、おはようございます。青柳です。あ、おはようございます。おはようございます。もう出れますか？はい。行けます？じゃあ、参りましょうか。はい。はい。あの、車です。はい。ちょっと。あ、トシさん、あの、ご紹介しておきたいですけど、一応チャンネルのマネージャーで、はい、あの、翔ちゃんって言います。はい、よろしくお願いします、はい、キムジャーです。今日はあの、翔ちゃんと一緒に3人で福島の方まで行きますので、はい、よろしくお願いします。翔、はい、ちゃん、ありがとう、はい、よろしく、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ジュース1本しか買ってない。あ、買ってくれてたんですか？すんません。あ、じゃあこれは2人で翔ちゃんと一緒にいただこう。すいません、トシさん、ありがとうございます。じゃあトシさん乗っていただいて。はいはい、すいません、ちょっと。 OK、 じゃあ参りましょう。とりあえず行きましょう。はい。ただそんなに今からはご実家の方に行くわけじゃないですか、はい、緊張もありますか？心配ですね。何が一番心配ですか？何ですかね、親も生きてるかどうか分かんないんですよね。最後に連絡取ったらいつでしたっけ？お父さんお母さん一緒ですよ。30年前。弟さんも。そうです、30年前。この間写真で見たじゃないですか、うん、あの家に多分今誰かが住んでるのは住んでると思うんで。住んでいますよね、あれが、うん、車がありましたもんね。でそこに住んでるのがお父さんお母さんなのか、もしくは弟さんなのか、もしくは全くもう関係ない別の方なのか。親も95くらいになってますからね。親父の方は生きてるかもしれないですね。僕らはちょっと体弱かったのもありましたけどね。もしくはお父さん、まあ、もしくは弟さんに会えたらどんなお話したいですか？詫びる、申し訳なかった。一番何を詫びたいですか？いや、もうありすぎて何詫びたらいいかも分かんないんですよね。結局あちらに行ってあと4キロぐらいです。でもうあと4キロで高速降りるみたいですね。多分分かんないですけど、ジャンクション降りるかもしれないですけど、ジャンクション行ってから降りる郡山とちょうど空いたくらいなんです。これはまっすぐ行くとあいつの方へ行っちゃう。大体車線っちゃこっち側です。あ、そうなんですね、うん、海から遠ざかっていく感じですか、うん、じゃあかの自然が広がってますね。え、この辺とかはもう見覚えのある通り？いや、全然街並み変わってますから。すげえのどかですよ。ここが
トシさんが生まれ育った町の風景ですね。山だよね。うちもないでしょ。あそこだ、見た、あれ写真、あれこの間の写真に出たとこ、ちょっとゆっくり行こうか、しょうちゃん、この左手の家ですよね。あれですか。そう、ちょっとで、この辺に止めちゃおうか。あそこのあぜ道、入っちゃう。よし、ということで、トシさん、到着しました。はい、どうします、僕も一緒に行って大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。一応もう一人じゃ会えないですよ。あ、ただなんか草が結構入ってますよね。でも車とか止まってましたよね。じゃあ自分も行ってなぜ来たかみたいなのをじゃあ一緒に説明しましょうかね。はい、うんうん、じゃあちょっと向き変えて待機しておきましょう。あ、 OK、 お願いします。よいしょ。住んでないね。中から人の声がしますよ。テレビの音しますよ。テレビの音してますよね。弟はいないのかな。でもどなたかいらっしゃいますね。こんにちは。何ですか。サンドイッチです。さんのご自宅ですか。はい、何でしょう。さん。はい、何でしょう。自分何？どうしたの？あ、分かりますか？うん、分かってはいけど、どうしたんですか？僕、取材で、ドキュメントで、うん、お兄さんに密着してて、うん、なんとかちょっと…いや、申し訳ないけど、全然うちに連絡も取ってなかったから、帰ってもらえます？今、親もいない人も、親が死んだのにも、連絡全然取ってないから、うん、いや、周りの…親族がみんな怒っちゃって大変ですよ、本当に。お兄さんにですか。うん、でも、弟さん一人でこちらに住まれてるんですか。うん、そう。今、父親を、特養に預けてて。あ、お父さんまだご健在なんですか。うん、そう。特養に預けたところです、ようやく。はい、あ。ちなみにお兄さんと会うのはどれくらいぶりですか。もう40年とかそうでしょ。なんか、トシさんの方から弟さんとなんか話したいこととかないですか。私は何にもないですもん。どうしたの。帰ってください。申し訳ないけど。お父さんがいらっしゃるところを教えていただくことはできないですか。いつもは認知症で何もわかりません。なるほど。弟さん、お兄さんが、トシさんがここに帰ってきて一緒に住まわせてもらうみたいなお兄さん。無理です。あと私も十何年間親の介護で自分自身が行かなかっただから。あ、ずっと弟さんがその介護されてたんですか。そう、両親とも。母親が3年前にいなくなったから、うん、その連絡ってお兄さんにはされなかったんですか。しようがないです、連絡先ないですから。なんか、せめてトシさんの方から弟さんにちょっと謝罪というか。いや、謝罪も何もいいです、行けなくても。トシさん、私はもう自分が生活するのは目いっぱいですから。もう今回来たのが、
トシさんが今あの年金をもらってるんですよ、うん、で今住んでらっしゃるところの家賃とかも、うん、もう9ヶ月近くまあ滞納されてて、うん、で今のもらってる年金の額では今のそこの住んでるところの家賃とかをずっと払っていくのは多分難しいなっていうことで、まあ、ちょっとずつ年金で返済しながら、まあ、できればこの福島の方に混む道があるんじゃないかっていうので弟さんを訪ねて来させていただいたんですけど、それは無理です。無理ですか、うん、トシさん、まあ正直、まあ、耐えることが難しいとしてもせめてあの申し訳なかったっていう思いがあるんであれば小弟さんにちゃんと謝った方がいいんじゃないですか。でも感じじゃもう話すんのも自分の周りにも結構迷惑かけちゃってるな猫って。だって本人もそれこういう生活しちゃってるからやっぱり形もいないし、うん、もう全然形もしないし俺と変わらない。私もね、もう老人を30年以上養って、うん、親たちに7000万くらい金作ってますから、それさ何の教授もできないような、逆に私から金引っ張っただけで返してもいないしまだ。ちなみにおいくらぐらいお兄さんには貸してらっしゃるんですか。600万くらいになるから最終的には、ね、そして親父だって、うん、6000万とか7000万くらい使ってますから私。親も全然ダメな親だったから、ただ親だから仕方なくて弟さん、一人で、うん、全部やってる。あの、トシさんの上にももう一人お兄さんいらっしゃる。それはもっと悪い、それは全然何の連絡もつかない。っていうのももうちょっとね、あと20年、30年前だったらいいのよ。ずっと若い時、自分勝手に生活してて、だから申し訳ないけど帰ってください。もういないもんだと思って、はあ、諦めてちょっと私は、ね、なんか、今から例えば、うん、今更、本当今更かもしれないですけど、うん、まあ、ご兄弟で協力してとかっていうの、協力できないです。私はもう自分が目いっぱいになってきたからそろそろ、だから自分のうちの前にもクソも感じないような状態だから、うん、今うちと戦ってるような状態だよ多分。ちなみに弟さんご結婚とかはされてないですか。してないです、うん、結婚とかじゃないですよ。ずっと親の借金払ってきたから、例えばこのうち昔で40何年前に建ったのも親には支払い能力なかったから全部私が払ってきたし。あ、そうなんですか。はい、勝手に借金して勝手にやって、うん、勝手にあの車買ってきたりトラック買ってきたりそういう親だから、うん、それが今は認知症になっておバカさんになって今ところに入ってます。例えばそのご負担を一緒にお兄さんととかっていうのはもう考えてないですか。無理無理ね、ここの片付けとかも一緒に、ね、お手伝いできなくもないじゃないですか、トシさん。だってここ片付けようってだって子供ではないけど無理です。ちょっとすいません、僕らは弟さんのその状況を全然理解、まあ、30年ぐらいご連絡取ってないということだったので、本当にお金の無視にだけは電話よくしました何回か。返すからつっても何の音沙汰もないし、一度くらいは助けようと思って助けましたけど、うん、あとそれはどうしようもないですね。トシさん、トシさんの方から一言ちょっと弟さんにせめて。どうもすみませんでした。ね、仕方ないね、自分はその覚悟でちょっと今まで生活したでしょうか。せめて聞いてあげてもらえないですか、ね、トシさんからの。自分がもしたまあ今ちょっとどうなるか分からないんですけど、これから立ち直るのができればもう一回。だからそれはそれ立ち直る姿を見せてくれなきゃダメでしょ、うん、それ立ち直るなんてそういう簡単に言わないでくださいよ、ね、あと私の下にもう一人弟いるんですけど、その弟は一生懸命私に応援してくれてたんです、くれてんですよ、うん、あとはウイナー兄貴だ、まあ、兄貴はもう二人ともダメ、して周りから聞かれても私も、はあ、口逃がしてます行方不明で分かりませんっつって、うん、親の買い物にだけだと今10万円くらい月払ってますから、うん、もう今年の春頃までは5、6年間はもう壮絶な私も買い物戦いだったから、親2人の認知症は入っちゃってるし、1年間に500万くらいの金を吹っ飛ぶような時もありましたし、だから自分の将来のために蓄えたものが全て失ってるような状態。普通だったらね、あのよそだと兄弟でみんなで分け合って頑張りましょうっていうのが、うちの場合はそういう兄貴らじゃなかったから、
じゃあ申し訳ないけど、そういうことでごめんね。最後に豊さんから一言。電話番号って何ですか？あれここの、はい、ここの電話番号を切ってどうするの？いや、もし自分に申し切ってもね、ちょっと待って多分こんな感じだと思ったんですけどね、自分やっぱり写真見た時、周り片付きます。ありがとうございます、すみません。どうした、どうした。大体私はもう両親のおむつ交換からみんな自分でやってたんですから、大変でしたよ。うち中踏んだらけにされちゃって認知症で、そういう親を面倒見してるのに、だから今更どうのこのとやっても仕方ないです。私はもういないもんだと思って諦めたんだから。トシさんから最後弟さんに何か伝えておきたいことはないですか？じゃあちょっとごめんなさいね、ちょっと足が痛くて。ああ、そうですよね、トシさん。じゃあ体に気をつけて。うん、行きましょう。周りにも全部迷惑かけちゃってたね、葬式とかいろいろ。だから全部弟さんが多分そういうのをやってこられたってことですよね。いいですよ、結構結局来て状況は上がりましたから、来てよかったですよ。結局は来なかったら何の状況も分かんないですからね、うん。借りてたのがあるんですよね。それが返済してればなんてことなかったんだろう、ね、親が元気なうち。3年前って言ってましたからね。3年前って言ってましたね。その前になんかしてやれればよかったんじゃないかなと思うんですけどね。まああの状況見たら何もいいんですよね。20年前くらいあれすればよかったなと思いましたね。こうやって今の年になって何でもやってこやれることもないし、俺の方がこう今の生活で困っちゃってるから、だからこうやって立ち直るはあるんで、それであの状況じゃ頼むあっても言えないですよね。自分が結局はどうにもなってないですからね。ヨシさんが、まあ、さっきも言ってたじゃないですか、生活をじゃあ立て直してっていうふうなことは働いて、全力でそれをもう立て直していく、その余力で弟さんをね手伝うってところをもう目標にしていくしかないですよね。そうですね、これはね、結局はいつまで生きれるか分かんないけど、でもなんか死ぬまでに、すいません死ぬで表現しますけど、までにその弟さんとの関係をもう修復するというか。そうですね、トシさんマジでもうパチンコとかやってる場合じゃないっすよ、ね、もうギャンブルとかに依存しちゃってる場合じゃないっす、ね、もう弟さんのあの大変な姿見たと思うんで、まあ、あの状況でただ帰れじゃないで電話番号教えてって言ったトシさんに対して弟さん名刺くれたのはもう最後のチャンスくれたんだと思うんですよね、僕は。でも本当ここから立て直して弟さんとのもう関係を修復することをもうこっからの目標に。そうですね、うん、こう家賃の返済とかするじゃないですか、これからもし、はい、それ終わったらばその分をこっちに回すような感じで、うんうん、それしかないんじゃないかなと今思ったんです。そうしましょう、うん、父さん落ち込んでてもしょうがないですよ。もうしょうがないですよね、本当に落ち込んでてもしょうがない。どうもすいませんでした、今日は。とんでもない、とんでもない、
まあ、いろんな状況を見ただけでもね、よしとするしかないですよね、やっぱり。考えがでもちょっと甘かったですね。弟さんはもっと厳しい生活してるように見えました、僕には。すごい厳しいと思いますよ。元気出してください。まあ、会いただけてもよかったですよ。いないかと思った、最初ね。うん、いなかったらば、どうしようかなと思ったけど、いたから、人前。じゃあ、どうもありがとうございました。今東京の方に戻ってまいりましたけど、はい、今日はいかがだったですか。あんまり人ばっかり頼ってられないなっていうのがちょっと分かってはきました。どうしたらいいかちょっと頭の中で混乱してたもんで、ちゃんと上がる時から一歩一歩こう階段上がるみたいに積み重ねていかないと、最終的には惨めな思いするというかね、つくづく思いましたね。それはまあまだもうちょっと生きろっていう意味だと思えば、考え方もちょっと変わって生きていこうかなとは思ってます。本当にもう前に進むしかなくなったなっていうか、そういう感じ。そうですね。そう、僕は結構しました、ええ、ちょっと今ここの戻ってきながら、以前お話しした長野の旅館、はい、あちらにちょっとご連絡させていただいたんですよ、はい、今のトシさんの状況とかも全部お伝えした上で、すぐにまあもちろん採用とかそういうことはもうできないとは言われたんですけど、1週間ぐらい研修でうちの旅館で働いてみませんかっていうふうには言っていただけたんですね。トシさんも今日の今日でちょっと混乱はするかもしれないけど、もしよかったらもう今もう立て直して、ここの滞納してるお金も払わないといけないし、で今日弟さんのあの状況を見て、あの弟さんのちょっと力にもならないといけないっていうことも多分思ったと思うんですね。もう前に進むしかないってなった時に、まあ、その長野のその旅館の方でちょっと料理のお仕事をやるっていう方向で一緒に進めてみませんか。はい、なのでまずはちょっとそこの旅館に、1週間研修で行ってみましょう。はい、はい、一緒にちょっと長野の方に行きましょう、電車で。はい、トシさんもう頑張るしかないです。はい、ね、前向いて頑張りましょう。はい、ありがとうございます。大丈夫？大丈夫です。今日はちょっともう疲れただろうからゆっくり寝てください。ね、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。いや、もう本当ここまでのことはもう本当に仕方ないと思うんで、もう今すぐ状況絶対変わらないじゃないですか。辛抱して頑張りましょう。どうもありがとうございます。トシさん、おはようございます。おはようございます。まず切符買いに行きましょう。6番線から発車いたします。しかし変わったね、新宿もやっぱりね。なんか複雑になったよね、やっぱり。降りたしたら出たらば改札口分かんなくてさ、駅員に聞いてる。あ、ちょっと駅員に聞いたりした。
顔とか 見るとさ、やっぱり苦労したなっていうのが印象的に多いですよね。昔は余裕を持ってやってたからね、あいつも。自分がさせちゃったなみたいな思いもあるんですかね、苦労。それはお金も借りたしさ、いろんな面でも貸したお金も当てにしてたとこもあるんですよね、まあ、多分あの中に戻ってくれって関係。弟さんがね、会社っていうか、本当にあの周り見ちゃったら、あそこの周りかざしてある程度こう生活の基準をなんか作ってやりたいなっていう気持ちはありますよね。まあ、自分も部屋がぐちゃぐちゃだからさ、そこそこじゃないんだけど、やっぱりまあ自分もそれギャンブルで身をダメにしちゃったっていうのがあるんで、やっぱちょっとギャンブルとかやる気がなくなっちゃいますか。そうですね。一からもうやって できることをやるしかないなと思ってますよね。ただまだまだ不安がいっぱいあるんで。朗報ですけど、あのその旅館とかがある周りにパチンコ屋がないそうなんですよ。それはさっき目の前にあるとやっぱ足を運んじゃうじゃないですか。そういうのと切り離した生活ができますんで、そこも大丈夫だと思います。よいしょ。おー、ご無沙汰です。おはようございます。お久しぶりです。どうぞ、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。はい、今回ご対応いただいて。元受刑者の方を雇える登録をしておりますので、はい、ハローワークから紹介していただける理由にはなっています。私は会社の方に説明をさせてもらいます。トシさん、今回トシさん研修させてくださるあの山口さんです。よろしくお願いします。はい、まあ、とりあえず1週間頑張ってみて、ね、うちの料理長に認めてもらわないとダメです。本採用してもらうために1週間頑張ってください。はい。うちから やろうと思って、うん、よろしくお願いします。お願いします。本当に山口さんありがとうございます。高校になったらもう初心っていうかもう若い時を思い出して、まあ、他の仕事はもう結構無理だと思うので慣れた痛まい仕事を死ぬまでやるとそういうふうに思ってます。楽しみなとこもあるんですよ。本当ですか。あとどれくらい使えるか。で、また片付けないといけないこと、家の問題もそうだし、弟さんの問題もそうだし、また一緒にちょっと考えますので、今日からとにかく1週間、今はこの仕事に集中して、頑張ってください。とんでもないです。頑張ってください。はい。さあ、頑張ってください。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。今日頑張って。